日本相撲協会は11日、大相撲の第64代横綱を務め、今月上旬に54歳で亡くなったあけぼの太郎さんの訃報を発表した。写真、失神した因臨様を抱え、涙するあけぼのさん。逝去者、下向き黒三角本名イコールあけぼの太郎、あけぼの、太郎。下向き黒三角年寄りなイコールあけぼの、平成15年11月5日退職。 下向き黒三角現役内イコールアケボノ、64代横綱。下向き黒三角年齢イコール昭和44年5月8日生、54歳。下向き黒三角出身地イコール米国ハワイ州オアフ島。下向き黒三角病名イコール心不全。下向き黒三角生居日時イコール令和6年4月上旬生居。下向き黒三角生居場所イコール都内の病院。 家族葬にて取り行います。